はい、こんにちは。長谷です。先日、まあ、もうサプライズ発表だと思いますけども、Y モバイルよりね、Xperia 8発表というふうになったわけです。で、その後、まあ、KDDI からもラインナップとして加わってるということなんですが、この、 Y モバイルに関して、まあ、当初5万税込みで5万4千円というお話でやってましたが、えー、と Y モバイルのキャンペーン、こちらがですね始まるというところで、なんと3万5千円でエクスペリ a 8を手に取ることができるようになるようです。新規 新規ユーザーっていうところみたいですけどうーんこれなかなかすごいんじゃないですか18,216円引きっていうところでの35,784円一応そのあ新規も MNP も一緒か価格が下がるんでさまあ両方とも35,000円でっていうこれだったらどうなの <laughs> 一応そのコメントとかでもあのまあ要は比較として挙げられてたのがおっぽりの A ですよね。うん、っていうふうになってくるとこのエクスペリア8も割といい選択肢になるんではなかろうかというふうに思います。あの SIM フリー端末とかそういう感じじゃないんで契約をしなきゃいけないっていうところはやっぱ残っちゃいますけどまあそれでも3万5千円でで Y モバイルですから まあそこそこの安いね契約でいけるっていうところですからそれが当初はまあ5万4万四千円って言われたのはキャンペーンとはいえですよキャンペーンとはいえまあ3万5千円まあちょっと汽車誤入して3万6千円ですけどそれでまあ手に入るっていうことだったらなかなかいい選択肢に、まあ、ここでボカンとなったんじゃないかっていうふうには思います。またですねあの その他にも特典っていうのが用意されているようでそうだね PayPay キャンペーンページから応募することで PayPay1000、えー、円相当のボーナスがプレゼントであったりとか またはですね、これ抽選になりますけど8888名に対しソニー製のイヤホンをプレゼントっていうことですね1等から4等まで1等が、あのー、ヘッドホンワイヤレスヘッドホンのノイズキャンセリングができるやつで WH-1000XM3 これですねで2等が えー、WF-SP900、あのー、完全ワイヤレスイヤホンです。で3等が、まあ、首掛け式の同じようなこうノイズキャンセリングワイヤレスイヤホン。ね、4等が、えー、まあ普通のワイヤレスじゃないけど有線の,あのソニー製のイヤホンということにこれが8000名か。8000名、800名、80名。 8名とということでまあ外れも用意されてるようですけども一応8,000名8,888名ですから割と高いんじゃない確率当たる確率っていうふうには思いますけど。 いかかがでしょうかまあおそらくですね、あの KDDI からも発表されたエクスペリア8の方は、ク、ま、ス、あ、あの KDDI のまあなんちゃらポイントが数千ポイント分とかっていう感じじゃないですか。UQ とかっていう感じでやんないからね。そこまでキャンペーンやんのかな。まあ結局2万円以下のキャンペーンにしなきゃいけない部分ではあるじゃないですか。もう あのガイイドラインとというかねルルールとしてはだからそれをどれだけ下げてくれんのかっていうふうになりますけどまあ結局この5万4千円だったものが3万6千円まで下がるっていうこの Y モバイルのねキャンペーンを使ったそのエクスペリア8の割引ですけどもなかなかに良かったんじゃないかっていうこうなったらまた違ったんじゃない、うん、だったら最初からそう言ってくれよっていうね <laughs> ところもあるかもしれんけども。 まあまあまあ最初に発表された額が一気にガクンと下がったことにおいてですよ要はその隣にリ,リノエーがねこの比較として用意されているところでのうわリノエーの方がええやんみたいになってたイメージから一気にえ3万6千円なんのみたいなこ,んちこっちのその何ていうかねポジティブなふうに働くものの方がなんかちょっとインパクトが あなんか1.2倍ぐらいにはなったんじゃなかろうかというふうには最初から3万5,000円っていうよりは「え安くなった?」みたいな「あやっぱ安くなった?」みたいなうんななんかそちらももしかしたらイメージ良かったんじゃないかってこのこれで良かったのかなっていうふうには思いますけどうんだからこうなってくるとねちょっと俺も考えちゃうなっていうところはね正直あったりしますねうん。 ワイモバイルかそこなんだよなそこなんですけどねこれをだから逆にこう親とかに買わせるっていうパターンもあったりするかもしれんけど <laughs> まあでも3万6000円でエクスペリア8だいぶ良きかなというふうに個人的には思いましたあのー、それこそやっぱりエクスペリア1とかエクスペリア5に比べたらね あの劣る部分っていうのは多々あるわけですけどもコンパクトで持ちやすさがありつつの、まあ、今のエクスペリアっぽいデザインにもあのなっているしんーあとはカラーリングとかも割と俺好きなもので用意されてきてるっていうか好意的に受け取ってるんんですねね今回のカラーリングなんかは、ね、俺の中では結構あのやっぱりポジティブなその印象っていうのをエクスペリア8には持ってます。 ただやっぱり何回も言いますけど、タイミングはちょっと遅かったよっていう。これ夏モデルとして本当だったら出すべきだったねっていうふうには思いましたけど。あとはもう、楽天がさ、エクスペリアエース扱っちゃってるんで、こう今からでもさ、エクスペリア8を使う交渉とかさ、そういうのをちょっと楽天さんしませんみたいな。<laughs> それはちょっと思ったりしますね。はい。ということで、あの、当初ね、5万4千円ということで発表されたエクスペリア8。 ね、y イモバイルその、今のね、限定のキャンペーンを、えー、始まるというところでの、えー、3万6千円まで下がると。3万6千円で、エクスペリエイトが手にできるということになったというお話でした。また見てな。バイバイ。